はいどうも B 賞です。えー、今日はダークナイトライジングシリーズの発表済みホットイズ、バットマンアマリービズブルースウェインのコレクタブルセットについてアップデート情報が公開されたので、その情報について話していこうと思います。普段このチャンネルではホットイズを中心にフィギュアのレビューやカスタム動画投稿しているので、ホットイズいいやインアツといった60ジスケールフィギュアに興味ある方ぜひチャンネル登録お願いします。カスタムラインについては X あたり、インスタグラムに向からメッセージをお願いします。はい、ということで、まあ、今年の9月発売予定のこのフィギュアなんですけど、まあ、発売予定まで、まあ、約3ヶ月というタイミングでいくつかのアップデート情報が公開されました。まあ、このセットについてはラインナップがア、まあ ミニアットの方の製品化を期待していたので自身このフィギュアは予約していないんですけど、まあ、今回のアップデートを見たらちょっとねもう欲しい気持ちが増したような内容になっていると思うので早速詳細を見ていきたいと思います。まあ、今回の主なアップデートの内容としてはバットカウルやスーツのディティールアップとスカウヘッドの造形も今回ね変更が入っているようです。まずアーマー全体についてなんですけどまあ当初発表された時は空のスーツがあまりに収まっているような写真しか公開されていなくて、まあ、スーツを着用した姿っていうのは出てなかったと思うんですよね。まあ、それが今回カウルを被っていて全、まあ、身の様子も公開されたということで、まあ、格納された でます、まあ、一応、今回のアップデート情報の中でも、ポージングを撮っている写真というのがなかったので、どこまでの可動域があるとかはね、ちょっとわかんなかったんですけど、まあ、一応、素材を見る限り、布だったりとか、ラバー製の素材とかね、これまでと変わらないような素材が使われていると思うので、まあ、スーツを着ているバージョンの方は、ポージングとか楽しむことができるかなというふうには思っています。そして、アーマーの造形やスタイルもかなりディティテールアップされていて、今回とてもかっこいいフィギュアになってるなと思いましたね。ま,あ、まず、カールについてなんですけど、まあ、カールの眉間あたりの造形はね、まあ、少しやりすぎなんじゃ ないかなと思うくらいシワが造形されていたりとか、まあ、一部劇中とは忠実ではないかなと思う。ポイントもあるんですけど、かっこいいか悪いかで言えばアップデート後の方がね。普段かっこいい姿に生まれ変わってるんじゃないかなっていう風に個人的には思いましたね。まあ、身長もこのように伸びていて、まあ、頭が少し小さくなっていたりもするので、まあ、スタイルもかなり良く見えると思いますし、カールの目元がかなり鋭い造形に生まれ変わってるのもかっこいいポイントだと思います。まあ、口元の交換パーツについては、今回公開されたものを見ると一、まあ、種類だけな気もするので、そこは少し残念なポイントなんですけど、まあ、口が少し開いている造形がね、まあ、クリスチャンベール。 ます、ねまあ、前作目の写真を見ていると、首が細すぎて頭でっかちに見えてしまったりとか、まあ、全体的なプロポーションもイマイチだなと感じていたポイントが、今回の修正でね、しっかりとアップデートされているところも素晴らしいなと感じました。で、まあ、当初公開されていたカラノバットガールだけを見たときは、目の位置とか大丈夫かなと思っていて、まあ、違和感がすごかったんですけど、まあ、今回のアップデートで公開されたものを見ると、まあ、本当にかっこいい見た目、まあ、造形になっていると思うので、僕はね、予約していないんですけど、このセット今回予約していると、ほんと素直に羨ましいなというふうに思っています。まあ、他にも、ーマー全体的に に造造形形やサイイズ感が変わっっっっっってててていいて、まあ、少しぼやっとししとととたたた印象だだももよよりはっりはきななるるのも今回くポントだと思います、まあ、特に胸のシンボルマークについては新しいものだとかなりディティールがはっきりしていると思いますしアーマーは全体的にカラーリングも少し変わっている様子がわかると思います、まあ、肩のアーマーも少し造形が変わっていて角張ったような見た目になっているので、まあ、よりゴツゴツした見た目になっているのもかっこいいポイントだと思いますねそして素顔ヘッドについてなんですけど、まあ、造形自体は少し甘くなったのかなという気はするんですけど、まあ、違和感があった眉間の狭さも改善されていると思いますし、まあ、肌の 色も明るくななってより映画のの様子に近づいたのかなといたかとう感じはしますね前回の方が好きだったという方もね、中にはいるかもしれないんですけど、今回照明の関係もあるのかわかんないんですけど、まあかなり美肌になったというか、色白になって、表面のシャアとかそういった細かい造形は少し省略されてしまっているのかなという感じはしますね。ただ造形は今ののまだ完璧ではないかなという気がしていて、眉毛の太さなのか、彫りが深すぎるのかね、まあ、もう一歩どこか違うなと個人的には思ったので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもね、思うことがあればコメントなんかで教えてくれると嬉しいです。まあスウヘッドについては今回一つだけ付属していると思う 思うので、まあ、腕を組んだ状態で尿立ちしているブルースウェインにつけるのか、カウルを外した状態でアーマーの方につけるのか、どちらかの選択を迫られるかもしれないんですけど、ぜ、ま、ひ、あ、今回のアップデート情報のま,まね製品化までは進んでほしいかなという風には思いました。まあこれが実際量産化された時きに、まあ、特にスガオヘッドについてはディティールが少し甘くなってしまう可能性はあると思うんですけど、まあ、それでもこれまで何体か発表されてきたブルースウェインのダークナイトのバットマンの中では一番いい出来にはなっていると思うので、予約はしていないんですけど発売自体はね、まあ、楽しみに待ちたいかなというふうに思っています。ということで今日はダークナイトライジングシリーズの発表済みホットトイズ バットマーマリーズブルースメェのコレクタブルセットについてアップデート情報を紹介していきました。まあ個人的にはね、何回か言っている通り予約はしていないフィギュアなので、実際発売された直後にね、手元に届くということはないかもしれないんですけど、いつかはね、このバットマン手に入れたいなとは思っていて、まあ、これまで買ってきてない理由としては、インアートからの発表っていうのを本当に心待ちにしているので、そろそろ続報欲しいところかなというふうには思っていますね。夏頃におそらく香港とかね、そういったところではインアートのイベントも開催されると思うので、まあその中でもしかすると、まあ新作フィギュアがね、いくつか発表されるかもしれないんです まあ、そこに、ベンフレックのバットマンだったりとか、まあ、今回このね、クリスチャンベールのバットマンについても、ラインナップが何かしら公開されると嬉しいかなというふうには思っています。せっかくインアートのヒースレジャジョーカー持っているので、インアートファンの僕としては、バットマンシリーズとかはね、まあ、特にインアートの方で揃えたいなと思っているんですけど、まあ、それがないとなると、ホットドイズの方に頼らざるを得ないかなという感じはしていますね。ただまあ、今回このホットドイズについては、まあ、セット内容がアーマリーセットしかないというところが、ちょっと個人的なネックに思っていて、正直アーマリーセットほどのセット内容は、ね、いらないかなと思ってるんですよね。まあ、今回この アーマーを着込んだ姿はね。とてもかっこいいものになってると思うので、ぜひこの姿でね。単体で発売してもらえたら嬉しいかなという風には思ってるんですけど、今のところトイザキエンスを見ても、もうすでにキャンセル待ちになっていたりとか、どこで予約できるかちょっとわからない状況なので、まあ、買うとしても予約はせずに発売後にね。若干価格が落ちたタイミングとか amazon のセールとかね。そういったところで入手できたら嬉しいかなという風には思っています。まあ、この動画を見てくれるという方の中にはね。このフェを予約してる方も多いかもしれないんですけど、まあ、今回のアップデートね。どう思ったか、是非皆さんの感想も聞かせてくれると嬉しいと思います。ということで、この動画参考になったりいいな。 はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。概要欄には僕の X あたり、Instagram、インクマのデジタルフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。